今週の金曜日ですけれども、ぜひ皆さんの夏休みの思い出についてもここから伺っていきたいなと思うんですが、皆さんの夏休みの思い出、一番のこれまでの思い出というと松岡さん、いかがでしょうか。一番の、何でしょうか。ドリルを丸ごとやるの忘れてたこととかでしょうか。それ、夏休み中ずっと忘れてた。なんか大体7月中に半分くらいは終わらせたいタイプだったんですね、はいはいはい、で余裕で8月過ごしたい、一月休みだと思いたいタイプだったんですけど、確か数学か理科の苦手分野の苦手教科のドリルを丸ごと存在を忘れてて、キャーとなったのが、他にもいろいろ連れてってもらったり、大人になってからも夏休みの思い出、楽しいこともあるんですけど、夏休みって聞くとやっぱり、ああ宿題っていうのを未だに思い出しますね。それ最終的にそのドリルはどうしたの、忘れてて、もう学校行って、市川さんにはちょっと内緒なんですけど、はい、答えを全部見ました。そうね、うん、はい、まあ、無事にでもね、提出できたと。提出はできました。市川さん聞こえてないですよね。大丈夫ですね。気を使わせてしまいました。僕はお利口さん。ありがとうございます。ペットは人間の最高の友達。スーパーマン、誰かのことが本気で好きだったら、そいつのために何でもできる。 DC 頑張れスーパーペット。僕の親友は僕が守る。